第4航空隊、第4航空隊及び昭和17年11月1日に解消した第702海軍航空隊、第702海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つ、第2次世界大戦期に陸上航空、ラバウルを確保するには長距離紹介が可能な陸上攻撃機器の配備が不可欠であり、当初の予定では内南洋部隊に所属する千歳海軍航空隊が 担当するはずであったが、千トセゾラには新鋭の一式陸上攻撃機がわずかしか配備されておらず、ほとんどが一世代前の96式陸上攻撃機であった。そこで、フィリピン爆撃を完了した高尾海軍航空隊から一式陸航19機を引き抜き、千トセゾラの中高8機と統合し、1942年2月10日、ラバウルに派遣されたチトセゾラ文献隊と、 高尾空立交隊で第四航空隊が新編された。セレベスト、ケンダリー基地より出発した高尾空立交隊は、昭和17年2月7日、トラック干渉に到着し、ラバウルで、2月19日、ラバウルに向け接近中のレキシントンヨークタウン以下、アメリカ機動部隊を発見、21日、機動部隊撃隊27機が出撃。 立航13機を失うもラバウル空襲を阻止、ニューギニア沖海戦。2月27日、残存期でポートモレス B を初空襲。1942年4月1日、第25航空戦隊が新編される。25航船は編成上、第11航空艦隊所属だが、連合艦隊は、軍隊区分で南洋部隊に配属させた。 海戦以来南洋部隊基地航空隊として南洋軍島南東の航空作戦に任じてきた24航戦に代わり25航戦がラバウル方面となり西方空襲部隊任務を引き継いだ。4空は台南空、横浜空と共に25航戦となり引き続きラバウルの任務に就いた。この際、ラバウル及び来方面で作戦中だった4空の戦闘機体の人員。 機材の大部分が、台南空に吸収された。4空の定数は、立三36、5月8日、三五回海戦に参加。巡洋艦部隊を攻撃。この戦闘で壊滅しテニアン島で再編に10九1942年6月上旬、ラバウルライに再進出。連日もレスビー爆撃に従事。時。7月21日、陸軍のブナ上陸。 飛行状況校設営を支援。35回を紹介。8月7日、ガダルカナル島に敵上陸。全力で攻撃。戦火なし、6機喪失。8月8日、第一次ソロモン海戦。三沢海軍航空隊先遣隊と共同で、全力出撃。生還3機。9月3日、ラビに敵接近。森玉司令時期卒の攻撃隊が出撃するが、悪天候のため断念。 10月中旬、木更津飛行場に帰還。4空は、四空と言われるほど損失が多かった。1942年11月1日、第702海軍航空隊に解消。定数48。以後、夜間攻撃訓練。本州東方海上紹介に10時。1943年5月上旬、ラバウル進出。中旬から、ショートランドに一部進出。紹介に10時。 5月23日、魚雷堤母艦、ナイアガラ撃沈。6月29日、ショートランド飛行場に、艦砲射撃、前期ラバウルに脱出。6月30日、レンドバ島に、敵上陸、705空と共同で、戦力攻撃、輸送艦、マッコーリー撃破。青艦5機、7月、752空より増援。8月頃、モグラ輸送の前に紹介。 機雷掃海作業に10時、9月上旬、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場の夜間爆撃開始、9月22日、フィンシュハーフェンに、敵上陸、阻止爆撃に10時、10月27日、ロゴ作戦発動、第3から5時ブーゲンビル島を気候空戦に出撃、機体不定、12月11日、解体、ありがとうございます。